ペンティアムデュアルコアはインテルが2007年6月に発表した X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサである。ペンティアムブランドでコアマイクロアーキテクチャを採用した最初の製品となる。コアマイクロアーキテクチャとそれを採用した製品インテルコア2の発表に合わせ、インテルは全社的な改変を行い、それまでのインテルのイメージリーダーであった。 ペンティアムブランドの廃止も発表した。しかし、日本においては、コアにブランドへの移行が成功したものの、日本以外の地域では、ペンティアムブランドの人気が根強かったことから、コアにブランドの改正品として、ペンティアムブランドを位置づけることで移行を促す、計画に変更。インテルは、関係各社にペンティアムブランドの存続を打診し、当シリーズの発表に至った。略称として、 ペンティアム DC と呼ばれることがあり、同じくペンティアムブランドのデュアルコア製品であるペンティアム D と混同されることがある。ペンティアム D はネットバーストマイクロアーキテクチャを採用した製品であり、コアマイクロアーキテクチャを採用したペンティアムデュアルコアとは別物である。また、コアマイクロアーキテクチャを採用したコアにブランドの回製品がペンティアムブランドで発売されると公表された際、 当製品群のプロセッサナンバーのパワークラスが E と予告されていたことから便宜的にペンティアム e とも呼ばれ、現在でも使用されることがある。当初はデスクトップ向けのパワークラス E の製品のみだったが、モバイル向けのパワークラス T の製品も発売された。2010年1月8日に発表、発売されたナヘイラムマイクロアーキテクチャの Pentium G6950 に合わせ、従来の E、 T シリーズからデュアルコアの表記が外れ、商品群としてはターンにペンティアムとなった。ペンティアムデュアルコアはコアにデュオの廉価版であるため、基本的な機能は同等だが、L にキャッシュの容量が抑えられているほか、仮想化支援など、ハイエンドのコアにデュオが持っているストリーミング深度、拡張命令は、ラインナップの大部分において無効化されていた。 しかし、E6300 以降のプロセッサでは、仮想化支援機能であるインテル VT が有効になった。また、同じマイクロアーキテクチャのデュアルコアで、改製品にあたるセレロンデュアルコアとも、L2 キャッシュ容量により差別化が行われている。デスクトップ向けセレロンデュアルコア E1000 系の L2、キャッシュ容量は、ペンティアムデュアルコア E2000 系の半分の 512KB となっており、 モバイル向けセレロンデュアルコアは、省電力機能であるアイストが無効化されている。以前のペンティアムブランドは、コンシューマー向けのハイエンドからメインストリームまでをカバーしていたが、現在ではコアブランドがその地位にあり、コアブランドより下、ローエンドのセレロンブランドより上という位置づけがなされている。65ナノメートルプロセスルールで製造される第1世代ペンティアムデュアルコア。 コア2デュオ E4000 系の L2 キャッシュ容量を半分の1メガバイトに抑えたものに相当する。45ナノメートルプロセスルールで製造される第2世代ペンテアムデュアルコア。L2 キャッシュ容量が E2000 系の2倍の2メガバイトになっている。45ナノメートル世代のコア2デュオと同じウルフデール、コアだが SSE4 命令セットはサポートされていない。 なお E5300 と E5400 の一部と E5500 以上のすべてのプロセッサでは仮想化支援機能であるインテル VT が有効になっている。コア世代製品名は Pentium Dual コアモバイルプロセッサー。コアクロックは省電力モードでは 800MHz で動作する。Intel 64は無効化されているが VT に対応している。 コアに世代トランジスタ数と大サイズが増大し、TDP が若干上がっている。ソケットも変更された。製品名からデュアルコアが外れ、インテルペンティアムとなった。リソグラフィは45ナノメートル、FSB は 800MHz になった。この世代までは、インテルトラステッドエグゼキューションテクノロジーに対応していない。ありがとうございます。